皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、リユースした18650と PSE 法の関係についてお話ししていきたいと思います。今日はですね、サムネがちょっと強い書き方なので驚いてしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、申し訳ありません。今日のお話は、私のチャンネルが行っているような DIY で18650のリチウムイオン電池をリユースする場合に何か法律的に引っかかる点はないのかという話です。法律って知らないでは済まされないところがありますので、しっかりとリユースした18650の法律関係を理解しておかないと、知らないうちに犯罪行為をしてしまう可能性もあります。リユースした18650リチウムイオン電池に関連する法律は、電気用品安全法、通称 PSE 法という法律です。 PSE 法っていうのは通称なんですけど、言いやすいので今後は PSE 法で統一します。この PSE 法っていうのは、端的に言うと電気用品の製造とか販売とかを規制する法律です。その目的は電気用品による事故を防ぐために作られている法律です。この法律で規制されている電気用品の中に18650をはじめとするリチウムイオン電池も対象になっているんですね。なお、このリチウムイオン電池が追加されたのって割と最近の話で、その背景には近年のリチウムイオン電池の発火事故の多発による影響なんですね。発火事故が多発したために、安全を確保するために法律で規制されたという背景があります。本題に入るんですけど、じゃあ DIY でリユースした18650リチウムイオン電池が実際にどのように規制されるのかといえば、結論から言えば DIY で使う限りは全く PSE 法の対象にはなりません。じゃあどんな時に PSE 法に引っかかるのかといえば、それはこのリユースした18650を第三者に販売する場合なんですね。最初にお話しした通り、 PSE 法っていうのは電気用品の製造と販売に対する規制ですので、リユースした18650を第三者に販売しようとした瞬間に PSE 法の対象になります。なお、 PSE 法に定められた安全基準に適合しているかどうかは、製品にいわゆるこちらのような PSE マークが表示されているかで判断することができます。当然、今販売されているリチウムイオン電池とかには全てこの PSE マークが表示されているはずです。当たり前なんですけど、リユースした18650には PSE マークなんてついていませんね。もちろん、リユースした18650に PSE マークがついていないから販売してはいけないというわけではなくて、リユースした18650がそのままではPSE 法の安全基準に適合しないというのが問題なわけです。安全基準っていうのはいろいろあるんですけど、もちろん保護回路とかそういうものも当たり前のように対象になっています。ですので、保護回路なしのこの裸状態の18650なんて販売できるはずがないんですね。じゃあ例えばこちらのような電動自転車のバッテリーパックとか、よくある電動工具用のバッテリーパックの中身を分解して2個1とか3個1とかにしてバッテリーパックを再生した場合はどうなるかといえば、余計に罪が重くなってしまいますね。 PSE 法に違反していることはもちろんのこと、そのバッテリーパックを作っているメーカーに訴えられる可能性がありますね。当然バッテリーパックには PSE マークがついていますよね。でもバラして分解して2個1とかにした瞬間に、その PSE マークっていうのはもちろん意味がなくなるわけですよね。でも組み替えてしまうと、もうパッと見ではわからないんですよね。その状態で販売とかをしてしまうと、もしも発火事故とかになってしまった場合は、考えただけでも恐ろしいようなことになりますよね。その事故に対するかなりの責任を負うことになると思います。またバッテリーパックのメーカーに訴えられて、とんでもない損害賠償をされる可能性がありますね。このバッテリーパックのメーカーから訴えられるリスクっていうのは、実は販売だけじゃなくて DIY で使う時にも起きる可能性があるんですよね。たとえ DIY だとしても、
組み替えたバッテリーパックで発火事故とか起こしてしまうと、そのバッテリーパックを作っているメーカーに信頼を失墜させたということで、間接的に損害を与えていることになるんですよね。個人相手に損害賠償請求を起こすかといえば、その可能性は低いかもしれませんけど、そういうリスクがあるってことを常に認識しておく必要があるんですよね。そういう関係もあって、私のチャンネルではこれまで既存の製品をリユースした18650で再生するっていうのはやっていません。リユースした18650っていうのはあくまで自分で DIY した製品の電源として使うといいと思います。またこれは自分にも重々言い聞かせたいんですけど、たとえリユースした18650を DIY で使うだけだとしても、もしも発火事故とか起こしてしまうと、今は合法ですけど規制されて非合法になってしまう可能性があるんですね。最も重い規制はリユースした18650を所持禁止とかになってしまう可能性もなくはないです。まあそこまで厳しい規制が課される可能性はほぼほぼないとは思うんですけど、例えば認定を受けた人しかバッテリーパックを分解してはいけないとか、そういう資格ができて個人で DIY でバッテリーパックを分解することが非合法になるってのは十分あり得る話だと思います。以前にもお話ししたことがあったんですけど、電気自動車で有名なテスラですね。テスラのバッテリーっていうのは18650とか21700とかを1台あたり数千本使っているんですね。今後それらのテスラのバッテリーとかがリユースされて、大量の18650とかが巷に放出されてくる可能性もあるんですよね。そういう時代が来た場合、誰でも分解できるっていうのは問題になる可能性がかなりありまして、いずれは規制されるような予感はしています。もちろん私個人としては18650とかのリチウムイオン電池を個人で DIY で分解できなくなるっていうのは大反対なんですね。なぜならば、今後 DIY でエネルギーを自給自足しようと思ったらリチウムイオン電池が絶対必要になるんですよね。その電池を手に入れるのに一番いい方法が既存のバッテリーパックをリユースする方法なので、もし規制されてしまうと DIY にとってかなり痛手になってしまいます。これまで私のチャンネルではリチウムイオン電池の危険性だとか安全な使い方についてご紹介してきました。それはリチウムイオン電池による発火事故とかを減らしたいっていう思いがもちろん一番強いんですけど、発火事故がたくさん起きることによってリチウムイオン電池が規制されてしまうことを防ぎたいという意図もあるんですね。いかがだったでしょうか。実はもう一つ、リチウムイオン電池には消防法の規制もあるんですけど、これはちょっと今日は時間が足りないので、また次回機会があればご紹介したいと思います。まあこちらの方はよほど数が多くない限り DIY で問題になることはほとんどないとは思いますけど、やはり知らなかったでは済まされない問題なので、いずれご紹介したいと思います。それでは皆さん、さよなら。